今のもスモーク炊かなくてもいけるのかな、炊かなくていいのか、今の炊かなくていいな正直。うん、今の炊かなくてなんか逆にワンチャンあったかもな。もうちょい遠かったらワンチャン？いやー、やっぱ高なくていいな。みんないい？派手に行きましょう。なんであそこ？ここどこ？これちょっと俺よくわかんないと掘れちゃってんだけど。中継地点が中継地点じゃない。ここなんだ？無名か、これ。これ無名場所なのか、これ。こんなんあったっけ？ああ、あったな、懐かしい。そういえばこんなところありましたわ。あ、クリップって表や、そうやって表されるんだ。なるほど。あっちに敵だ。やってるわ。殺そうぜ。殺してやるぜ。スモーク注意。ああ、ファーストキルだ。宇宙の謎を解くためには多少の犠牲は避けられないね。基本やっぱ移動だな。逃げるときはスモークいらねえな。いらねえわ、まあ、前詰めるときだけでいいや、十分だ。フォローありがとうございます。バンガロール楽しいな。木に調査入れる？あー、そうね。そうな。薄くするか、一個にするかかな。一個だな。うん、一個にするわ。俺だったら。俺もでもスモークいらねえのか、焚いてみたけど。なんか撃たれてねえもんな。いらねえな。なんか全体的にスモークいらねえな、これ。こう見てると。とりあえず、どこまでいけるかってやってみてるけど、なんか、こいつ、フ
フィジカル強すぎてスモークいらねえな。まあ、詰めるときぐらいだな。詰めるときと移動だな。逃げるときは、まあ、3人で逃げてるときは焚いていいかもな。うん、3人で逃げてるときスモーク焚いてだね。基本、やっぱ、撃たれながら一人で使っちゃうと、その味方がカバーできなくなっちゃうから。フォロー。ただそうだね。基本は焚かなくていいけど、焚いてもいい場面もあるって感じだな。だからそれを理解するために相当練習しないといけないって感じだね。基本はいらねえわ、これ。あと3人デジスコ持てたらもうよっちゃんもうバンバンタコ強すぎるうん、そう、俺バンガロールがリワークか、そう、本当にスモーク1個にするぐらいしかないと思う。弱体化はエヴァンがクソ楽しいね。死なねえ。体が強すぎる。フィジカルが走り回ってるだけでなんかもう楽しい。ヒューズも強いけど、なんかバンガっていうキャラクターがおかしいな。結構攻撃中。悪い子がいるよ。アクスターを投げるよ。ここに敵がいる。リロード中。標的がダウン。敵を見つけた。スモーク。キルを確認。敵のシールド終わった。行くぞ。ボー。フェニックスキットを使う。バカが近くにいるよ。フェニックスキットを使うよ。リングまで距離がある。攻撃を食らってる。グラップルを使用。部隊が全滅した。アイテムを奪おう。死なねえもんな使ってて。マジでチャージ進行中。基本は焚かず上から撃たれちゃうかもとかいう場面で焚いとくと、もうなんか自由よ、うん、自由に移動できちゃう。何何、まあ俺ヒューズ使ってるからな。多分ヒューズのさ、多分こいつ2分の1ぐらいじゃんサイズで、加速するじゃん。多分もうあれだね、ヒューズで死なないってことはそういうことよ。残り1分。リングは遠い。わかりやすいね。あんだけクソデカキャラクターを使ってるのかかわらず死なねえからな。駆け足やべえ。絶対これ 15% とかになるだろ、次。それでも強えよ。撃たれるっていうだけで、撃たれてるだけで、なんか発動するってのがもうおかしい。で、スモークもおかしいし、なんかもう、そう、全部強い。アボックは緊急の時 ADS すべきですか？そうだね。押し打ちが当たんなかったら ADS すればいいんじゃないかな。あの、前段外すよりは前段当てた方がいいんで。
で腰打ち当たんなかったと思ったら ADS して当たりそうと思ったら ADS 外しての繰り返しかな。なんか本当に濃い時と薄い時の差が激しすぎて難しいな。このキャラ濃くねえ時は真下でもいいんだけど、濃い時はもう終わり、何も見えなくなる。ジェットの準備を急降下するわよ。うわめっちゃ燃えてる、すげえ。ボーボーじゃんこれ、めちゃくちゃ燃えてんだけど。あれ？ツリーって真ん中、あ真ん中あんのか。射撃を、敵が付近に着地した。これ。え、なにこれ、え、なんか ADS 外れんだけど、なんでなんかめちゃくちゃ連打しちゃった。あっちに敵だ。まずはとやリンクの質のカウントダウンか。リロード中、敵を撃破。これで部隊は全滅。ナウサキはシールドをリチャージ中。スコープを発見。中距離用だ。ワンガロールモクモク。テンションさんの笑い声とかクリップ取ったらダメですかね。マジで。やべえやべえ、なんか呪いの笑い袋みたいになりそうだけど、笑い袋。もう全然でも確かにそれでもやってくれるとありがてえかも。材料よ、見て。良さそうなままやったらクリップしてくれたらなんか分かりやすいかもな。あ、それ普通にありがたいわ。お手数おかけしないのだったら良さげな部分やってくれると助かるかも。普通に俺もショート作りやすくなるし、ショートっていうかショートとかツイッターもそうだし、それありがたいな。こんにちは。レブラントイベントみたいになる、マジで。舞台の半分が残ってる。あれ絶対でも熱そうだけどね、あの上行ったら。しゅんこちゃんしゃべりいいな。だからスモークさ、なんかこれ撃つときさ、撃つときって撃たないときない？なんつうんだろう、このスモーク出すタイミングというかさ、ちょっと遅いときあるよな。これ結構やりづらいんだよね。新しいキルリーダー、トラを描きてスモーク中。あ、お客さんいるかと思った、敵。フォロー。焦ったわ。フォローありがとうございます。新しいキルリーダーよ、背後に気をつけて。向こうにキャバ消した。ん？戦ってんな、こっちか。よし、ハボックブロック揃ったぞ。これありがたいね。いるぞいるぞ、俺1枚落ちてんな。これってさ、工場って横から登れんだっけ？なんか覚えてねえな、あんまり。ここか。もうちょい奥だな。
リブしてあげる。リロード中。なんかジャンプしてたな。見えちまってるからよ。レブミサイルはやばいね。そう、乱戦時か離婚よ、どっちかですね。この2つで使うとマジで強い。あの見られてる時に投げてもね、すぐ壊されちゃうんで。壁ジャンをやめなかったレイス。どっから戦ってんな。あっちに武器サプライボックス。開けるわ。スモーク放出。あ、それもやばいね。そうなると、あれヒューズでよくねって。あれなるよね。この木のね、やばいところがね、肉ダメに入ってる時に食らうとね、吹っ飛ぶんだよね。丸グレと同じ仕様なんだよ。それがやばい。激論のとこにスモーク飛んでくると、吹っ飛ばされて、ワンチャン射兵から出ちゃうね。それもマジで強いな。もうカジュアルで相手ぶちのめす。ワンが気が楽だな。なんかいきなり取れても生き残れんのやべえわ。上空に注意、レプリケーターが来るわ。味方、打ち返してほしい。打ち返してくれよー。ナイス。あれ取れなかった。少し止まる。応急処置を行うわ。やべえ、このスキン、ここ最強だろ。あれ終わっちゃった。そう、左の車線切って右から逃亡するっていう流れが。強すんいいっすね。あれだよな、体力半分残ってるぐらいだったらありかもね、マスタースモーク。いや、だからやっぱそっちだよな。体力瀕死の時ってのは良くないのか。それとも今のもスモーク炊かなくてもいけるのかな。